えっと皆さんこんにちは。よろしくお願いします。えっと今日はですね。私の方から工学とは何か建築都市社会システム経営ということでお話しさせていただきます。私の所属はですね。工学部社会基盤学科の鳩と言いますので、よろしくお願いいたします。えっとこの背景になっているのはですね。あの高額といっても何か皆さん分かりにくいと思ったので、私の部屋の黒板を取ってきました。 で私は普段なん何かこういう式をですねゴニョ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 こう自分の部屋の黒板に向かってずっと書き連ねているわけですがこれがまあ皆さんが普段ですね高校とか学校で学んでいることとどういう関係にあるのかという話を今日はさせてもらいます。でこれ東大数学の2015年の問題を取ってきましたがちょっとこれちっちゃくて見えないですかね。ここで何が言いたいかというとこれえっ、ー、と、まあ、これ2015年の東大数学の問題ですがこれ積分であります。 で積分はですね、まあ、高校の数学でも基礎と言われていますが、まあ、体積面積が積分すると計算できるとでこれが計算できるようになると何がまあ工学部に入って嬉しいことがあるのかという話をさせてもらいます。これあの夏学期にですね出した問題ですけれども。 交通選択肢 A と B があると交通機関 A の効用 UA が UA=VA プラスイプシロン A 機関 B の効用が UB プラス VB プラスイプシロン B で表される時交通機関 A の選択確率 PAUA ダイナ UB を計算しなさいただし人間は効用が大きい選択肢を <laughs> 字が間違ってますねあの選択肢効用の確率項はガンベル分布に従うものとするとでこれが実際の まあ東大に入ったとすると、3年の夏学期にこういう問題を解かないといけないということです。でこれ要するに、どういう問題かと申しますと、ガンベル分布の確率密度関数の体積を積分して、確率を計算すればいいということになっていると。でこういうガンベル分布があったときに、まああの確率密度関数があるわけですが。あのこういうハット防止みたいなものがあったときに、ここにパネルをずこっと入れて。こちら側の体積を計算したのが、まあ確率になるという、まあそういう問題であります。 でまあこれ回答ということで、まあ、なんか皆さんお昼,飯お昼ご飯の前にちょっと退屈だなと思われるかもしれないんですが、まあ、こういうふうにして解いていくと。で最初にここの問題で使っているのは用最大化理論と呼ばれるものです人間は効用が高い選択肢を選択するというまずこの仮説を置いています。UA UB 大なり、UB A という選択肢の効用が B という選択肢の功用よりも高い確率を計算するというところの根拠になっていますで、次に重要なのはこの確率密度関数確率密度関数を積分すると確率が計算できるというものですサイコロであればまあ6つ目があってそれぞれ6分の1、6分の1、6分の1という確率であの目が出るということですので3以上の目が出る確率を求めようとすればまあ6分の1の高さがずっとこうあるというところで3のところで線を引いて こっち側の面積を計算すると分分分分のののののたたす3分の1たす3分の1でとというのが出るとでこれがまあ面積を計算すれば確率が出るわけですがここでは紅葉がまあ2つの軸にありますのでその2つの2軸でまあ多重積分をするとでそれをすると体積が確率になるというものです。でここでまあガンベル分布ということですねこのガンベル分布というちょっと呪文みたいなものを入れてやって展開していくと。 でさらにこれ展開していくわけです、その際にあの置換積分を使います。これもまあ高校の数学で習っていると思いますが、こういうふうに1プラス e のマイナス v a プラス v b これを t と置くと、でさらにもうちょっと難しいので x イコール e のマイナスイプシロン a これをまあさらに x と置いて置換積分をすると、でさらにこれをまあ展開していくと t 分の一になってすっきりして最後に こういうふういふにまあすっきりとした答えが出てここまでやるとまあ夏学期のまあこの科目で優が取れるということになるとでこれすげえきれいでこれ,のこれ実はノーベル賞を取った式ですだここまでやるとノーベル賞がもらえるという式がまあ夏学期の問題として出しているということでありますじゃあノーベル賞どういうノーベル賞かというとあのノーベル経済学賞でありますでこれダニエル・マクファドンというおじさんこれ真ん中にいるわけですがですねあのこれがあの 交通機関例えばここに来るときに新幹線で来られた方もいるでしょうし飛行機で来られた方もいるでしょうしメトロで来られた方もいるとどういう交通機関で来るのかというときに人間のの選択というのがありますどういうサービス水準で整備すればどの交通機関が使われるのかリニア新幹線ができれば新幹線からリニアに移るあるいは飛行機からリニアに移るそれをどういうふうに予測すればいいかというのが先ほどの P=VA+VB 分の VA と。 いうのが、あのロジットモデルという式ですが、これが現代都市交通計画の基礎理論になっていて。東京の鉄道ネットワークの計画なんかにも使われている式ということになります。で、例えばですね、これ、こういうものを使って、何ができるのか。東京の二千五十年の駅政権の予測ができます。で、どの駅を選択するか、行動権益を計算して。非中心化する東京と書いてますが、これは池袋上の新宿、東京、渋谷、品川と、いわゆる山手線ネックレスという駅の駅政権を示しています。 2008年から2053年に向けてどん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 その駅を使う人の範囲がですね小っちゃくなってきていることがわかります。できるであるいは、えー、2020年に向けてですねオリンピック・パラリンピックの検討をやっているわけですがその際にスパコンを使ってですね3,000万人の人が まあ日常を動いているわけですがそこでオリンピック・パラリンピックが開かれた時にどういうことが問題として起こるのかそういったことが先ほどの式をベースにしてシミュレーションできることになるとここれをを使っててて交通計画を立いてていくということうになりますであるいはこういうミクロなですね空間計画においてもどこにどういう構造物を置けば人の流れが変わるのかこういったことが先ほどの理論式を使って予測できることになってきます。 で私がもう一つやっている仕事はまあ式を立てるというような仕事もやっていますが駅を作る仕事ということもやっています。でこれがどの場所かわかる方おられますでしょうか？手を挙げてもらえますか。おいたどこ？素晴らしい。えどこ出身？あすいません。そうこれ長崎ですね。 えっと、ここの長崎にですね今新長崎駅を作るということでこういうことをやっているこういうのもまあ建築とかですねあるいはそういう社会経営といったことの大きな仕事であります。で駅を作る上でですね大事なことを先ほどまではま数式の話をしてきたわけですがその町らしいデザインそれからにぎわいと憩いの拠点駅と町と地形をつなぐといったようなことで。 社会をどういうふうにまあ捉えるのかといったことが現実の空間を作る上では極めて重要になります。で長崎にはですねさまざまなあの観光資源、地域資産、地域資源があります。まあ、世界遺産の認定を受けましたがこのようにいろんな地域の資源を結びつけるのが駅という存在なわけですね。 でその駅をどういうふうにまあデザイン計画立てていくかということで今我々が計画しているのがこういったようなまあ建築空間広場ですとかそれからまあ駅舎の建築そのものこういったものをまあ作り込んでいくといったようなことでさまざまな検討を行っていますこれがまあ全形ということになりますでもちろんですね建築を作る際には構造力学というものを使いますのでその構造が地震とか災害においてもちゃんと安全を保てるかと。 いう意味でいけば、まあ、あの高校で習っているような数学を基本にしたような形でさまざまなあるいは、まあ、空調のような問題も非常に大きな問題です。エネルギーがすごくかかるような建築を使ってしまいますと省エネになりませんのでできるだけ外交を取り入れるそれから換気吸気も自動的に行うといったような形で,です、ねまあ、あの環境コストを下げていくような取り組みもしています。 まあそしてこういうまあ模型、まあ、図が工作にちょっと近いじゃないかと思われる方もおられると思いますが設計においてはやはりこういう模型をですね何度も何度もみんなで使って作ってて、ね、を続けていきますでその中からこういうまあダイナミックなホーム空間を提案しあるいはまあ駅全体の動線計画あるいは交通配置を考えていくとでデッキレベル地上レベルでさまざまな人が行き交うあるいはそこに憩いとどまるといったような動線のデザインをする。 で最後にはまあ長崎夜景で有名ですのでどういうふうにまあ稲佐山から見るとですね夜景が映るのかといったようなこういう検討までをしていきます。でセンター試験の地理の問題を最後にちょっと貼ってきましたがあのこういう地理の問題もですねあの地勢図からですねどういうふうに地域を読み解けばいいのかこういうことを地理であればですね皆さん勉強していると思います。 でこういったことが駅単独の建築というよりも駅は当然町全体のものですから町の中地域の中でどういうふうに駅が機能するのかあるいはこれ東大地理の2015年の問題ですがこれもまあ桑畑がですね水田水田から高速道路ができてどんどん地勢が変化していくところの問題ですがこの土地の履歴特徴を読むというところが地域計画空間計画を考えていく際には極めて重要になります。 えっと私自身ですね東日本大震災が起こった最初の年にまあ年間100日ぐらいいいい現地のののにててですすね復興計画の策定のお手伝いをしていますで今もですねまだずっと現地に通い続けていますが非常にこういう危機に陥った地域をどういうふうに復興していくかという時にやはり頼りになるのはこの地域がどういうなりわいでやってきたのかあるいは将来どういう方向に行きたいのか。 人口は減少すなりわいはどうやって復興していけばいいのか何が本当に地域の資源なのかこういったことをですねもちろんですね皆さんはまだ復興に関わることはできないと思いますがこれからおそらく起こるであろう南海トラフあるいは首都圏直下といったような震災に対してどのように立ち向かえるかというのは皆さんが今学校で学ばれている基礎 なくしては絶対にできません今要するに夏休みですね非常にあの楽しい時期だと思いますが是非こういったまあ実際の社会でまあ建築とか都市とかそういったことをまああの取り組まれるために今皆さんがやるべきことは基礎を習得することだと思いますので是非しっかり勉強してもらえればと思います。私からは以上ですありがとうございました